こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は恐竜と人類の共存について解説していくぜ。恐竜と人類の共存？何言ってるの魔理沙。恐竜と人類が同じ時代を生きていたことなんてないはずよ。まあ聞け、霊夢。恐竜は現在でいうところの爬虫類の仲間であり、約1億6千万年間地球で繁栄を続けた巨大生物だ。しかし隕石衝突の影響などによって絶滅してしまったため、現在の地球上に恐竜は存在していない。人類が誕生したのは恐竜が滅んでから遥か先のことであり、人類と恐竜は同じ時代を生きたことがないぜ。やっぱり恐竜と人類の共存なんてなかったんじゃない？人類は、化石などのわずかな痕跡から恐竜の足跡を追い続けてきただろ。その過程で、恐竜というロマンの塊が人間と時間を共にしてきた。つまり通説を覆すような証拠がいくつも発見され始めているんだ。嘘でしょ？今回は、そんな恐竜と人類が共存していた証拠を紹介していくぜ。わあ、楽しみ。それではゆっくりしていってねー。恐竜の概略。そもそも恐竜は約2億3000万年前に誕生したぜ。恐竜はイグアノドンなどの長板目と、ティラノサウルスなどの有板目に分類され、彼らは1億年以上にわたって地上の支配者だった。プテラノドンとか空飛ぶ恐竜もいたよね。プテラノドンなどの翼竜や、ブラキオサウルスなどの地恐竜などが、同時期に生きていたが、これらは実は恐竜ではないぜ。え、そうなの？しかし話の複雑化を避けるため、今回は恐竜の仲間としてカウントしているので、そこんとこ了承してもらえると助かるぜ。了解。さて、そんな恐竜が絶滅し、この世からいなくなったのは、今から約6600万年前と言われているぜ。一方人類が誕生したのは約500万年前だ。恐竜が絶滅してから約6000万年後のことだね。つまり、恐竜をその目で見た人間は、存在しないということだよね。ああ。また、人間が恐竜の存在を初めて知ったのは、1825年のことだぜ。そんな長い間、誰も恐竜がいたことに気づいていなかったのね。それまでにも恐竜らしき化石は見つかっていたが、それを恐竜であると認識できておらず、サメなどの大型哺乳類の骨としてしか扱われていなかったんだ。なるほど。今ほど知識や技術もない時代だから、まさか巨大な恐竜がいたなんて、思いもしなかっただろうね。一体誰が最初に発掘した化石を、恐竜だと気づいたのかな？発掘者はギデオン・マンテルさんという方だぜ。彼は、採掘された歯の化石がイグアナのものと、酷似していることに気づいたんだ。しかしその化石はイグアナの数十倍の大きさであったことから着想を受けて、調査を開始した。そこからイグアノドンが復元されたことで、人々はかつて大型の爬虫類が存在していたことが判明したんだ。ほう、まさに人類は1825年以前、恐竜という存在を認識していなかったのね。ただこの前提を覆す証拠がいくつも見つかり、恐竜は実はもっと後の時代まで生きていて、人間との共存も果たしていたのではないかと、今も一部の人々の間で囁かれているんだぜ。証拠って？それでは、その証拠品たちを紹介していくぜ。よろしくね。モザイク画に描かれた人類と恐竜の共演。一つ目の証拠は、紀元前8世紀から7世紀にかけて栄えた、ローマ近郊パレストリーナの壁画に残っているぜ。どんな壁画なの？このモザイク壁画は、今から約2100年前の紀元前2世紀頃に発生したナイル川の氾濫と、それに関わる人間と動物たちの様子が詳細に描かれているぜ。その動物っていうのが恐竜なわけ？通説通りであれば存在が知られていないはずの、イグアノドンのような恐竜や、サーベルタイガーのような獣が描かれているんだ。へぇ？紀元前2世紀は、恐竜が滅んでから人類が恐竜を認識するまでの、狭間の時期だぜ。それなら、当時の人類が、恐竜の姿を知っていたとも、モデルもなしに想像ができたとも、考えにくいね。つまり人々が壁画に恐竜の姿を描くことができるということは、前提条件が間違っている。すなわちこの時代に恐竜が生きていた可能性が浮上するってことだ。ちなみにサーベルタイガーも約1万年前に滅んだと考えられており、恐竜以外の生き物ももっと後の時代まで生きていた可能性があるぜ。かなり証拠と言える壁画だね。他にもこのモザイク画には、人間と同サイズほどある巨大な蛇や、地上の獣、口が大きな謎の獣など、現在存在しない生き物も描写されている。大げさに描いたものかもしれないよ。どうだろうな。このナイルモザイク画は詳細な情報がほとんどわかっていないから、今後研究が進めば、さらなる新情報が発見できるかもしれないぜ。今後の研究が楽しみだね。またイタリアのポンペイにも、同じようなモザイク画が存在するぜ。西暦79年に滅んだとされるポンペイの町から発見されたこのモザイク画には、
現在の少数民族であるピグミー族が、謎の生物を狩猟している様子が書かれているんだ。謎の生物とは？カバのような体型と牙を持った大きな口をした生き物は、パレストリーナのモザイク画にもいた。生物とよく似ているぜ。またもう一方のワニに見えなくもない生物は、背びれの形から約2億年前に生きていた恐竜、ディメトロドンであるとも考えられている。ふむ。そもそも壁画って事実に基づいて書かれたものなの？壁画というのは、おおむね事実に基づいて書かれており、完全にフィクションというわけではないことが多いぜ。じゃあ、二つのモザイク壁画は人間が恐竜を狩猟している、つまり人間と恐竜は共存していた、という可能性を示唆していると言えるんだね。そういうことだぜ。城の壁に残された恐竜の絵。霊夢はブロワ城を知っているか？知らないよ。どこにあるの？ブロワ城は15世紀に、フランスのロワールへ、シェール県に建立された巨大なお城だぜ。誰の城だったの？アンリ四世らが居城としたことでも知られているぜ。この城は、13世紀から17世紀までの様々な建築様式の集合体となっており、同時に様々な文化が集中した城となっているんだ。その中にある一枚のタペストリーには、恐竜とおぼしき生物の様子が書かれていたんだぜ。ほう、どんな恐竜？頭部の骨がむき出しとなった恐竜で、ドラコレックス・ホグワーツやといい、パキケファロサウルスの仲間とされているぜ。ドラコレックス？聞いたことないな。このドラコレックスは2003年に初めて発見され、2006年に発表されたばかりだ。かなり新しい恐竜だね。そのためこれまで発見されているのは、北アメリカでの一例のみとなっているぜ。ということは、もしこのタペストリーが本物だとすれば、ヨーロッパにもドラコレックスがいた証拠となるんだ。そうだぜ。タペストリーはいつ書かれたものなの？タペストリーがいつ書かれたものかはわかっていないが、もし城と同時期に書かれたものだとするならば、ほんの数百年前までドラコレックスが、生きていたということにもなるぜ。おお？ブロワ城には、ジェンヌ・ダルクやレオナルド・ダ・ヴィンチが、訪れたことがある城だが、そうした誰もが知っている偉人たちが、恐竜と共存していたかもしれないんだ。それが本当なら衝撃。反対意見としてこの絵はドラコレックスではなく、中国の影響を受けたドラゴンの絵の可能性もある、という指摘もされているぜ。それはどうして？ゴシック、ルネッサンス、バロックなど様々な様式を用いて建設されているこの城には、中国を含め世界中の情報が集まってきたと考えられるんだ。そのため作者がドラゴンのことを知っていたとしても、決しておかしくはないだろう。なるほど。今後タペストリーやドラコレックスの研究が進んでいけば、人類と恐竜の共存という証拠は、より強固なものになるかもしれないな。嘘っていうことになるかもしれないけどね、今後の研究が楽しみだね。ネイティブアメリカンによる祝いたち。建物も持たないほど昔の人々は、住居代わりにしていた洞窟などを削ったり、塗料をつけたりして当時の記録を後世につないできたぜ。そんな岩壁にも、人類と恐竜が共存していた可能性を示唆するものが見つかっているぜ。ふむふむ。1996年、南米ペルーのウツクバンバ県ヤモンにあるヤモン遺跡で、約8000年前の旧石器時代に書かれたとされる、衝撃的な祝いが発見されたんだ。衝撃的な祝いとは？考古学者のルース・シャージ、アーツ・ロルイス・エストラーダ。言語学者のアルフレッド・トレイロによって発見された祝いは、当時の人々の生活様式を、4つのパートに分けて示されていたぜ。4つのパート？1パート目には20人くらいの人間が、2パート目にはラクダと狩猟をしている様子が、3パート目には幾何学模様と、性行為の描写が書かれていた。そして最も注目された4パート目には、首の長い恐竜のような動物の姿と、それを取り囲む人間たちの姿があったんだぜ。確かに衝撃的。人間は槍のような細長い棒状のものを持っており、おそらく集団で恐竜を狩ろうとしているのだと、考えられるぜ。この頃って恐竜は絶滅したとされている時代だよね？ああ、当然この頃、恐竜は絶滅した後と考えられているため、通説をひっくり返しうる発見だったんだ。人間が集団で狩猟を行った生き物としては、マンモスがいたよ。人類とほぼ同時期に誕生したとされるマンモスは、人間にとっては狩猟の対象だったぜ。しかし1対1ではかなわないため、複数人で取り囲んで狩りを行っていた。絵というのは、当時の生活を記録として残したもので、妄想の物語を書き記すものではないんだ。つまりここで狩られている動物は、実在した可能性が高いということだぜ。この動物が恐竜であることがわかれば、恐竜の歴史は根底から覆されることになるだろうね。こうした祝いは他にも、世界中に残されているんだぜ。まだあるの？例えばアメリカのユタ州レイクパウエルにナチュラルブリッジ国定公園がある。
ここに残されたネイティブアメリカンの遺跡には、アルゼンチノサウルスとおぼしき首の長い生き物の、姿が人間と共に書かれているんだ。アルゼンチノサウルス？アルゼンチノサウルスは全長40メートルにも及ぶ大型恐竜で、約1億1200万年前から9350万年前まで、アメリカ大陸に生息していたとされているぜ。全長40メートルとは、でかすぎ。しかしこの発見により、アルゼンチノサウルスが絶滅したのはもっと最近の、数百年万年前である可能性を示唆する証拠となったんだ。なるほど。その他にもアメリカ大陸では、多くの遺骸が見つかっているぜ。アリゾナ州グランドキャニオン内のハバスパイ峡谷断崖には、ティラノサウルスのような、ディプロドクスのような生物が描かれている。同じくアリゾナ州ウパトキ国定公園には恐竜が炎を吐いているような壁画があり、カナダではステゴサウルス、メキシコでは翼竜を描いた壁画が見つかるなどしているぜ。結構たくさん見つかっているんだね。もちろん岩絵は、アメリカ大陸だけのものではないぜ。他はどこで見つかったの？最後に、クウェートで発見された小さな恐竜の紹介をしよう。今度はクウェートね。2017年、西アジアに位置するクウェートのとある洞窟で、有史以前に書かれたと思われる、岩絵が発見されたぜ。発見者のアルジャビル・シャヒーンは、放牧していた羊を探して山奥を探し回ったところ、たまたま草木に覆われた洞窟の入り口を見つけたそうだ。洞窟内の岩壁は、黒や赤茶色の顔料で描かれた人間や動物、図形などで、隙間なく埋め尽くされていたそうだぜ。私がそんなの発見したら興奮しちゃう。この発見を受けて調査に訪れた専門家は、シャヒーンと同様に道の岩絵に、好奇心を引きつけられたが、特に注目したのは、絵の左上肩に位置する大小2体の動物だった。2体は小さい頭に長い首、太い胴体と長い尻尾の姿だったそうだ。草食恐竜そのものって感じだね。でもこんなこと言ったらなんだけど、誰かが後から描いたものかもしれないよ。確かに観光旅行者のいたずら書きなんかもよくあることらしいし、名所や旧跡にこっそり、自分の名前を記して汚すような不届き者も現れるようになったそうだが、現地に赴いた調査班の一人で、クウェート考古局に所属する、アブドゥル・アル・シャラフ博士は、この岩絵に使われた赤茶色の顔料を、厳密な放射性炭素年代測定にかけて調べたところ、意外な事実が明るみに出たと言っているぜ。何がわかったの？岩絵の各部分から取った顔料サンプルを年代測定した結果、恐竜らしき生き物が描かれた年代は、他のどの絵の年代に比べても格段に古く、少なくとも数千年前にまで遡れることが判明したそうだ。へぇ？アル・シャラフ博士によれば、この洞窟がある地域一帯には、紀元前数千年前頃に狩猟採集を行う民族が生活をしていた形跡があるようだぜ。岩絵を残したのはその民族と考えられるんだね。ああ、自分たちの生活をそのまま書き記したとすれば、これまでに見た例と同様に、数千年前に恐竜が生きていたと思われる証拠となるだろう。世界中で発見されている岩絵の中には、後世の心ない人間による偽装捏造も多くあるぜ。だからこそ、絵が数千年前のものと分かった博士たちは大いに喜んだんだ。やっぱり偽物もあるよね。現在調査中の岩絵の中には、物によっては偽物であることが確定したり、十分な調査が進んでいないものもあるぜ。しかし同時に、当時の貴重な記録が残った絵が、今も見つからずに、世界のどこかで眠っているかもしれないぜ。ロマンがあるね。化石の正確性と捏造の可能性。恐竜と人間が共存していたという証拠は、壁画や岩絵だけではないぜ。他に何があるの？恐竜の存在そのものである化石も、時に人間との共存を示す大きな証拠になるぜ。恐竜の化石から人間との共存の証拠がわかるんだ。2012年、アメリカはモンタナ州のドーソン郡で、トリケラトプスの角の化石が発掘されたぜ。放射性炭素年代測定という方法を用いたところ、今から約3万3500年前のものであることがわかった。約3万3500年前といえば、すでに人間の先祖、アウストラロピテクスが誕生している時代よね。そうだな。また、トリケラトプスは最後まで生き残っていた恐竜の一種として知られており、絶滅したのは約6600万年前ということになるぜ。ということは？つまりこの発見はトリケラトプスの歴史を大きく覆すものであり、同時に3万3500年前、人類とトリケラトプスが共存していた可能性が出てきたってわけだ。なるほど。このように、恐竜がもっと最近の時代まで生きていた可能性を示唆する化石が、存在しているわけだが、これらをただ鵜呑みにしてしまうのは危険だという例も紹介しておこう。ふむふむ。1982年、アメリカ人学者のカール・ボーラによる発掘チームは、約1億1000万年前の地層から、足跡の化石を発掘した。
その化石は先端が丸くくぼんでおり、恐竜の足跡とは考えにくい化石だったそうだ。またこの化石が発見された周辺では同様の足跡が100箇所以上で発見されたほか、恐竜がその足跡の上を歩いたような形跡も残されていたそうだぜ。先端が丸くくぼんでいた足跡の化石は人間の可能性があるってこと？そうだぜ。このことからボウはこれを人間の足跡であるとし、人間が恐竜の生きていた時代にすでに誕生していた証拠であると主張したんだ。しかし、ボウは科学的根拠に基づいた調査を行っていなかったほか、自分が設立した、正式な認可の下りていない大学で博士号を取得したという、いわくつきの学者だったんだぜ。それはやばいね、インチキ学者じゃない。そのためボウは多くの批判を浴びたが、改めて調査を行って本を出版し、批判への回答としているぜ。それで信用は得られたの？残念ながら、本に挿入された足跡の写真は、どれも泥水が溜まっていたり、人の足がかぶっていたりして、化石をはっきりと確認できるものではなかったぜ。そして挙句の果てにボウは1988年、化石を切り出そうとして失敗し、一部の化石を破壊してしまったんだ。最悪だ。現在この足跡の化石は別の学者によって恐竜の足跡だろうと論じられており、そちらが信じられているぜ。ボウの研究はもう信用できないね。ボウは他にも人間の手形の化石なども所持しているが、それも正確性を疑問視する声は多いぜ。どうして彼はこんなことをしてしまったんだろうね。それはわからないぜ。一度こうした疑惑が浮上すると他の歴史を覆しうる証拠たちも、嘘っぽく見えてしまうよ。真実に近づくための調査研究をしてほしいものだな。恐竜の土偶にまつわる男たちの死闘。最後に紹介するのは、発掘された恐竜の痕跡を通じて激論を交わした男たちの話だぜ。ボウ以外にも、インチキ学者がいたの？ああ。疑惑をかけられ、その評価を落とした人物がいたぜ。それは誰？ドイツの実業家のワルデマール・ユルスルートだぜ。1945年7月、ユルスルートは、メキシコの首都メキシコシティの西北アカンバロ市の町外れで、一風変わった土器を発見した。考古学に明るかったユルスルートは、付近を息子や使用人に調査させたところ、大量の土偶が発掘されたんだ。大量に？例えばどんなもの？エジプト人、シュメール人、ヒゲの白人、恐竜、人間を食べる恐竜、恐竜に乗っている人間など、様々な形があったそうだぜ。恐竜の種類もティラノサウルス、ステゴサウルス、プレシオサウルス、プテラノドンなど様々で、大きさも5センチメートルほどのものから1メートルを超えるものまであったというぜ。すごい数だね。でもこれが怪しいの？この発見で正式に調査が行われることが決定し、ユルスルートは恐竜の謎へと迫れるはずと、期待したが、彼を待っていたのは信じがたい結果だったぜ。考古学者チャールズ・ディ・ベソが調査した結果、この大量の土偶は全て最近作られたものであり、また捏造されたものだということが発覚したんだ。どうして捏造だとわかるの？ディ・ベソの指摘によると、土偶の隙間に汚れが詰まっていないこと、壊れているものがあるのに、欠品が一つもないこと、表面の摩耗が見られないことなどが挙げられたぜ。なるほど。また、ディ・ベソは近隣住民も徹底的に調べ上げ、ある農家がユルスルートから金を受け取って、土偶を作り、埋めていたことまで突き止めたんだ。ユルスルートはひどく落胆し、調査は打ち切りとなってしまったぜ。人間と恐竜の関係は大きく進歩すると思われたのに、発見者ユルスルートによる、捏造というまさかの結末だね。しかし、ある男が再調査に乗り出したぜ。誰？チャールズ・ハプグッドという、古代文明に関する研究を行っていた地質学者だぜ。ユルスルートの友人であったハプグッドは、ユルスルートが捏造なんてするはずがない、と。自ら再調査に乗り出し、土偶を自身のラボに持ち帰ったそうだ。農家の人がユルスルートからお金を受け取って土偶を作り、埋めていたことまで突き止めたのに、今さらどうだって言うの？まずハプグッドはユルスルートに聞き取りを行い、身近に土偶を製作するためのかまどや、燃料がないことを確認した。例の放射性炭素年代測定法で調査すればいいんじゃないの？ああ、放射性炭素年代測定法を用いて調査したぜ。その結果、土偶に使用された土は、紀元前1000年から紀元前4000年のものということが分かったんだ。また翌年に熱ルミネッセンス法で再測定したところ、さらに紀元前2500年から250年前後の期間であると、かなり期間が絞られた。数千年前の土偶となれば、捏造などできるはずがないということになるね。ハプグッドの活躍で、ユルスルートの濡れ衣は晴れたかに思われたのだが、ディ・ベソからすればこの調査も怪しいものだったみたいだぜ。どうして？測定は適切な手順を踏んでおらず、結果もばらつきが多く信頼性は乏しいものだった。
ふむふむ。また今回行われた年代測定法は、製作された年代ではなく、使用された材料の年代を測定するものだ。どういうことなの？つまり2000年前に作った土偶と、2000年前の地層の土で現在作った土偶は、同じ調査結果になるわけだぜ。ほう？これらの結果から、リペソは考古学者の誇りにかけて、ハプグッドの調査にも待ったをかけたんだ。その後どうなった？現在土偶が発見されたこの村はダム建設のために沈められてしまい、ユルスルートが捏造をしていたかどうかは分かっていないぜ。一説によればダム建設に反対する村人の誰かが、村に重要な考古学資料があると示すために、捏造したのだと考えられているようだ。そう言われるとその可能性も否定できないね。ユルスルートから土偶の制作を依頼された人物は判明されていないの？村人の中にはユルスルートから土偶の制作を依頼されたと証言した者もいたとかいなかったとか。結局、ユルスルートもインチキ学者だったのかな。ユルスルートが棒のようなインチキ学者だったのか。本当に真実を追求していたロマンチストだったかは定かではないぜ。しかし、考古学の誇りにかけて捏造を暴こうとしたジペソや、友人の誇りを守るために地質研究を行ったハプグッドなど、ロマンのために戦った男たちがいた事実はあったぜ。ちなみに、熱ルミネッセンス法の調査を行ったペンシルバニア博物館館長、フロリック・レイニーは、メキシコ考古学会の意見や審議論争の結果がどうであろうと、土偶の年代の古さについては我々の研究所が責任を持って断言すると、明言しているそうだ。この恐竜の土偶の真実がわかる日が楽しみだね。締め、いかがだったかな？恐竜と人間が共存していた可能性について紹介してみたぜ。でも結局、恐竜と人間の共存については明らかになっていないの？恐竜が人間と共存していたかどうかは、現在も明らかになってはいないぜ。もし人類誕生の後も恐竜が生き続けていたとして、いつ滅んだのか、それも不透明だ。しかしジュラシックワールドのように、人間と恐竜が共に生きていく世界を、人間はずっと夢見てきたぜ。世界中に証拠となるものがある限り、今後も調査は続いていくだろうね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても、嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。